はい、こんにちは。日本改革党、靴沢です。小野マトベイ様、イクオ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金させていただきたいと思います。18日夜、岸田総理が池田会長に弔意を示したことについて、松野官房長官というか、自民党、岸田総理個人のアカウントで弔意を示したものと理解している、まあ、個人的行動だ、言い張ってんですけど、内閣総理大臣岸田文雄で締めくくってんのにそれはないよね、世論であります。個人的総理大臣、内閣総理大臣と入れてただろ、そんなこと通じるわけないやろ、内閣総理大臣って書いておいてそれはないわ、都合よく個人になったりするんだね。内閣総理大臣、かっこ個人。なるほど、個人的な付き合いがあったのか。つまり、個人的にズブズブだったので問題ないと。車庫前に駐車しないでください。内閣総理大臣、岸田文雄って張り紙してやったらどうですか、これ。今度、食事に行きましょう。内閣総理大臣、岸田文雄。これもどうですか、これも個人的行為なの、総理としての圧、かけてるよね、これね。今度、食事に行きましょう。内閣総理大臣、岸田文雄って、来たら、あ、行かなくちゃいけないんだよな。命令だよな、これな。これやって個人的行為で許されるんだったら、圧を利用した恐ろしい独裁も可能になりますね。でね、何か言われたら、いや、あれは個人的行動だから、言ってね。いつもは内閣総理大臣岸田文雄、文末につけないんだから、そんな言い訳通用しないですよね、到底ね。でも通用すると思って、言っちゃう自民党、本当は世間の常識と乖離してんじゃねえか。20日午前の記者会見でさらに追い打ち、松野官房長官というか自民党、昨年12月ローマ法王ベネディクト16世に弔意を示した例があると、宗教団体の、トップの弔意を表したことはあるのかと、記者に聞かれてこう答えてしまいました。いやいや、ローマ法王は一国の元首だから、これはバチカンの元首で外交でしょ、これ世論、ローマ教皇に肩を並べてて草、まあ、池田会長がね、ローマ教皇に並ぶ人物だったと。また自爆で支持率下がるな、アホか、カルトと一緒に住んで、犬の犬だった自民党、ローマ教皇より松本智津夫や大川隆法の方が近いだろう。フランスでカルト認定されてるんですけどね、創価学会ってね。で、カルト規制法っていうのはフランスにありまして、そこに日本の創価学会はカルトで認定されてるんですけどね。バチカンそれと合格、同格にしちゃって、世界中のカトリック教徒は激怒していいですよ、これ。内閣総理大臣岸田文雄で締めくくってんのに、個人的行為&バチカンと創価学会同列にしちゃって、やっぱ政治の中にいるとですね、政界の常識が身について、世間の常識が吹っ飛ぶみたいで、すごい苦しい言い訳してるよね。19日夜、岸田総理、信濃町創価学会本部を訪れ、原田実会長、池田博正っていうのかな、主任副会長と面会、つまりナンバーワンとナンバーツー、池田博正の方は長男だって、池田対策名誉会長の長男、これね、一番弟子と、長男が争ってて決着つかないから、なかなか死去を発表できないって噂あったんですけれども、決着ついたんですかね、これ話し合いで。まあ創価学会もですね、前世紀の売り上げの6分の1ぐらいに落ち込んじゃったって、聞きますし、まあ経営は苦しいんじゃなかろうか、世論、おかしい、気持ち悪い、さすがにこれはありえんな、何やってんの、正気か、総理が特定の宗教団体に露骨に肩入れとは、政教分離の建前すら捨てたか、自分の賃上げやこういうことだけ即行動、一国のリーダーがカルトに土下座、靖国神社参拝はしないのに信濃町詣でとは、これ原田実会長と、池田長男、どっちがどっちだか分かんねえです、こんな顔してるみたい、憲法20条いかなる宗教団体も国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない、現役総理が弔問ってすごい特別扱いですね。
これ特権と言えなくもないんじゃないの、他には行かないんだからね。幸福の科学の大川隆法死んでもですね、弔意を示すどころか、弔問するどころか弔意を示さなかったですよね。一応自民党総裁行動って言い張ってるみたいなんだけど、支持率下げる才能がすごいですね、岸田総理って。これやったらなんで総括は良くてなんで統一は解散命令なのっていう議論になりますよね。これなるよね。公安調査庁、総括にガサ入れしたいが与党なのでできないって言ってましたよ。これだっていかなる宗教団体も、政治上の権力を行使してはならないに反してますよね。公明党があること自体が政治上の権力行使してるよね。だって議員は権力があるんだからさ。議員調査権という端的に議員の権力示すもの、行政は議員に聞かれたら質問に答えなくちゃいけないっていう権利ありますね。総括が怖いマスゴミ連中も野党もこれ叩かなそうなんだよね。ジャニーさんが生きてるうちはみんな騙したでしょ。マスゴミは権力の監視とか言ってっけど、本当にね怖いものにはだんまり、弱気をくじき強気を助ける、それがテレビ新聞であります。今月の内閣調査、内閣支持率調査、読売で 24%、 毎日で 21%、 もちろん過去最低記録更新、右肩下がりが止まりません。経済対策評価しない 66%、 3分の2ですね。岸田の政策は賃上げにつながらない 74%、 もう絶望されてますね、これね。世論です。新人が足りないようだな。創価学会の件がさらに追い打ちかけるだろうな。始まりは息子のウェイ鑑定写真から。息子を見りゃどんだけ親がクズかわかる。やることなすこと全部外れる珍しい体質こりゃ総裁選まで持たんな。来年9月ですね、総裁選ね。代わりがおらんだろ。内容のない喋りを聞くたびにイライラする。顔見るとイライラするようになったって言ってる人もいました。物価高対策全部失敗。ガソリンと電気代に補助金出して、特定業界ばっかり優遇して不公平。トリガー条項こうなったら発動しますよ、ガソリン税下げんですよっていう決まりを無視して全然発動しない。17兆円も取りすぎ税金なのに、4万円ポッチのしょぼいばらまきね、17兆円あれば1人に15万円戻せますよね、赤ん坊から、100歳まで。少子化対策のためと称して保険料値上げ、正式に決まったみたいであります。新たに森林環境税、消費減税は考えてもいないと力強く明言。内容のないスローガンばっか。それに創価学会特別扱いの不公平追加と。菅直人政権末期は 15% 程度だったんで支持率、森本総理以来の一桁支持率見るかもしれないですね、このままいったらね。来月、もっとガクンと下がってねえかな、この件。創価学会特別扱いの件で。自民党少し焦った方がいいんだねえの、岸田おろし。焦った方がいいんだねえの、これ。その他のニュース。平均視聴率が民放最下位にまで落ちぶれたフジテレビ。中国の動画配信企業のビリビリ動画っていうのがあるんだって。なんか、ニコニコ動画のパクリかな。と提携し、ビリビリ動画枠を新しく作ったそうであります。で、ビリビリが作ったアニメなんか流すんだって。感性が違うんで、中華アニメ本当につまらん。なんか笑い、こんなんじゃ笑えねえよっていう、何がおかしいんだっていう部分があちこち出てくる。感性がおかしい。という評価なのに、これ墓穴じゃないの、フジテレビ。フジテレビ一体どこまで落ちぶれんだろう。見物ですね。岸田総理と一緒にね、大麻摘発数が覚醒剤摘発数を抜きました。捕まる7割が30歳以下だって。ヤングがカジュアルに使ってる実態が明らかに。合法な国もあるって気軽に考えてしまうんでしょうかね。そういえば日大アメフト部の物質からも発見されてましたよね。NHK アナウンサー納税逃れを増税メガネと言い間違えてしまう。わざとかもしんねえな。ピーヒョロヒョロヒョロカーで
繋がってた頃はネット中は電話かけられなかった。みんな23時のテレ放題を利用した。あはははは、1枚の画像が表示されるのに時間かかった。あ、上からだんだんジリジリジリって表示される。フロッピー1枚の容量は1メガバイトだった。これはテキストデータ、ちょっと重いテキストデータだったらオーバーしちゃいますね。途中でですね、100メガ入るですね、スーパーフロッピーが出てですね、おおって感動し、すぐ買いました私。その頃動物病院経営してたんで、カルテのバックアップに、使ってたんですけど、スーパーフロッピー便利だったな。まあカルテのね、データベースですか、要するにそれも自分で、作ったんですけど、 Mac のね、Apple Works ってソフトあって、カルテ、住所録なんか作る、それで自分でカスタマイズできんですよ。それでやってね、印刷ボタンとかも作ってですね、ここを押すと宛名が封筒に印刷されるみたいなのを作ってですね、まあ懐かしい思い出であります。というわけで、メール当院さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックしてもらって、そちらからご登録ください。毎日メールが届きます。それを見ると知見が高まります。友達にマウンティングできます、その知見でね。というわけで、メルマガご購読くださり、日本改革党をご支援ください。あとチャンネル登録、しばらく言ってなかったんですけど、言うの忘れてたんですけど、チャンネル登録、もうしてください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。